ちこっち。ほら急いで。この付き添いでね。燃えるぜ。日本中から集まってきた凄腕がここにいるんだよ。美咲ち、ここは東京地区予選なんだから来るのは東京の人だけだよ。東京の人だけでこんなに。大丈夫大丈夫、ガーンと蹴散らしちゃいなって。でも鈴原は今回が初出場なんだから胸を借りるつもりでいけばいいよ。どうや、準備できたか。ああはい、データ取りとビデオ撮影も準備 OK です。よっしゃ、ええな。絶対に取り逃すなよ。本当にこの光ってエンジェルだけでいいんですか？他にも強いエンジェルがたくさんいるのに。ええんや、光るだけで。この子、この間急ぎでエンジェルカード作った子ですよね。誰なんです？一体当ててみ。芸能人とかスポーツ選手には見えないし。そうだ、チーフの隠し子。ブーや、そないなワイドショー好きのうっかりさんには顔面洗濯バサミのパーツゲームや。頑張りや。公式大会は練習じゃ決してわからんことを自分に教えてくれるはずや。ほら、こっちこっち。ねえ、美咲ち、エントリーのセリフ考えてきた？エントリーのセリフこんなに考えてたんだ。自由に決めていいって言われるとなかなか決められなくて。エントリーのセリフはエンジェルの名前が入っていれば基本的に何でも OK だからね。だからこそ腕の見せ所なんじゃない。で、どれにしたの？こっちの前半とこっちの後半。天使の翼よ、私と光をいざなって。いいよこれ、すごくいい。本当？うん、耳障りもいいし鈴原らしいよ。よかった、実はドキドキしてたんよ。いざなうってちょっと難しい言葉やし。一体誰が優勝するか全く予想がつきません。表彰台に上がるのは
やはり女優名称常連組か、それとも意外な不平が現れるのか。今天使たちの戦いの幕が上がります。どうしたの美咲ち。こんなすごいところで私も戦うよと思って。私まだ2回しかエンジェリプレイヤーやったことないのに。だから自信持ちだって。やれるよ美咲ちなら。第1試合イーストコーナー、デイス北村アスカ、エンジェルクロスサウス。ウエストコーナー、デイス山本美香、エンジェルアイリーン。エントリーエンジェル。私そろそろ行かないと。ファイトが終わったら戻ってきて。一緒に美咲ちの作ったお弁当食べよ。俺たちここで待ってるから。それじゃあ。太郎ちゃん、今日はハトコちゃんはいいの？いつも保護者やってたのに。あいつはもう何回も出てるからな。それに子供扱いすると怒るし。やっぱ妹より惚れた女か。など、バカ！バカとは何よ、バカとは。くる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 。どうしよう。なんか私ドキドキしてきちゃったよ。大丈夫だよ、あんなに練習したじゃん。相手がスピード重視だったら服はもっとこう。もう私のエンジェルなんだから。なあ、いろんな人が来てるんやね。エントリーカウンター、ここだ。あの、こんにちは、エントリーですか？はい。じゃあエンジェルカードを見せてくれる？はい。鈴原美咲さんですね。 E の8番です。 E の待合室で待っててください。はい。話してよ。何泣いてるの。まだ1回負けただけでしょ。だってさっき試合してた子だ。私もうエンジェリクレイヤーやめる。何バカなこと言ってるの。邪魔よ。ごめんなさい。みんなピリピリしとる。私こういうの苦手。次のファイトね。よかった、ハトコちゃんがいてくれて。どうして？こんな大きな大会初めてやから心細くて。そっか、美咲は始めたばっかりだもんね、エンジェリックレイヤー。うん、大丈夫よ。どうせ自分が持ってる実力以上には戦えないもの。な？だから落ち着いて実力を出すしかないの。そっか。そうだよね。退屈な試合ね。鈴鹿はまだなの？このヘタッピな試合見てもつまらないわ。次ですよ、鈴鹿なら。楽しみですわね。さて、お手並み拝見といくか。小林鳩子さん、 E の7番小林鳩子さん。はい。ハトコちゃん、頑張ってね。うん。行くよ、鈴鹿。大歓声。さすが優勝候補の大本命、奇跡の幼稚園児小林鳩子。
ハトコちゃんはまだ5歳の幼稚園児でありながら、すでに数々の大会で優勝経験ありという強豪です。彼女のエンジェル静香は、その素晴らしいスピードと一瞬で相手を倒してしまう戦いっぷりから高速の静香と呼ばれています。ハトコちゃんってそんなにすごい子やったんや。すっごい人気だね、ハトコちゃん。あいつのとこにファンレターまで送ってくるんだぞ。対するナイチンゲールも関東大会に出場経験のある強豪です。果たして静香相手にどう戦うのか。優勝候補は伊達じゃないってわけか。でも今年は候補で終わらせるよ、私たちの手でね。ハトコちゃん、すごいすごいすごいよ。ハトコちゃんがこんなにすごいダンスだったなんて。ありがとう。でもな、美咲だって強くなれるわ。年も身長もエンジェリックレイヤーには関係ない。美咲自身と光を信じて。鈴原さん、E の8番鈴原美咲さん。あ、はい。 あなたの番よ。はい、頑張って美咲。うん。第8試合イーストコーナー、デウス鈴原美咲、エンジェル光る、ぶちかませ美咲チー。ウエストコーナー、デウス氷川優子、エンジェルカタリナ。イーストコーナーの鈴原美咲は大会初出場。最近エンジェリックレイヤーを始めたばかりという彼女、一体どんな戦いを見せてくれるのか。美咲、落ち着いて会場の雰囲気に飲まれては食べよう。エントリーエンジェル、
エンジェリックファイト。カタリナをトップスピードに乗せてしまいましたね。ああ、カタリナはスピード重視型のエンジェルやけど、スピードが出るまで時間がかかる。ヒカルは最初の攻撃するチャンスを逃してしまった。そういうこっちゃ。スピードも乗ってきたし、そろそろ攻撃させてもらうわ。小さなパワーをあの回転で何倍にも大きくしているんだ。逃げてるだけじゃダメだ。でもどうすれば。まずは第一関門突破やな。おめでとう、美咲。ありがとう、はとこちゃん。はとこちゃんのおかげだよ。美咲が自分とヒカルを信じられたからよ。自分とヒカルを。美咲？私エンジェリックレイヤーが好き。美咲は？
分なんか他の格闘技のこと知ってんのか。いえ、おじいちゃんと大相撲見てたくらいです。そうか。でもまあ、あの競技からも教えられることはある。何ですか。それはな、当たって当たって全力でぶち当たることの大切さや。何事においてもな。はい。次回、機動天使エンジェリックレイヤー、負けたくない、光を信じて。